1分で押さえる文学史。本日は、かげろう日記の紹介です。成立は平安時代の中期。筆者は、藤原道綱の母とか、お父さんの名前を取って、友康の娘と呼ばれることもあります。大事なキャラクターは、夫の兼家ですね。かげろう日記のテーマは、愛憎の日記。不誠実で浮気がちな夫兼家に対する、怒り、嫉妬、そして諦めの気持ち、その反動から生まれた息子道綱への深い愛情を読み取らせる問題が品質なんです。源氏物語に大きな影響を与えたことでも有名な作品で、最後に、あれが物してこうする日記。抽象語や指示表現がたくさん使われているので、しっかりとあらすじを押さえないと、誰が何をしているのか全くわからなくなってしまいます。そのあたりをしっかりと押さえて、これ。